ちは、プロインタビューの早川洋平です。石平、恋と仕事と社会の Q&A で、イラさん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今日はですね、23歳の OL の方からですね、彼氏のことが大好きなんですが、潔癖症で困っています。いつでもアルコールを持ち歩き、手に触れるものは神経質に除菌していますし、うん、外食では必ず前端を使います、うん。私のことも汚いと思っているのが、いるのか、手をつなぐときは手洗い、キスするときは歯磨き、エッチのときは入念に体を洗うことがルールになっています、はい、エッチのときにもあまり私に触らず、必要最低限の淡白な感じで終わってしまいます、はい、それでは物足りないので彼の中の男を刺激したいと思うのですが、どうしたらいいんでしょうか。いや、これはね、残念ですね。残念ですか。残念です。残念ですが、付き合う女の子で男って変わらないんですよ。変わらない。変わらないで、女の子も基本的に男では変わらないですよ、うん、みんなね、その自分のこれは、動かせないっていうところがあって、彼の場合の潔癖症は基本的に絶対に治んないと思います。なんか付き合う相手で変わるってよく言いますけど、潔癖症は治んないですか。治んないです。これは彼にとって何かある種の恐怖だったり、自分への自信のなさだったり、世界に対する憎しみみたいなもののシンボルとして潔癖症があるので、こういうのは治らないんだよね。だから、簡単に男を刺激したいっていうのは、もうこうしましょうか。それこそ美容院の手術室みたいなところ借りて、お互いもう完全に強力な石鹸で洗った上で、手術台の上で男になってもらうぐらいのことしかないっすね。もう無菌室プレイみたいな、ね、もうそれしかない。あるいは本当に、触れるのはやめて、手術用の手袋とかしてやれば、2人で完全無菌状態で、これならいけるでしょあなたでもぐらいのことをやらないと無理ですね、うん、彼女の求める、それが彼の中の男か分かんないですけど、うん、彼はそのくらいじゃないと。そう、でもね、こういう人は基本的にワイルドにならないですし、セックスに使うエネルギーも最低限に抑えようと思ってしてると思うんで、多分変わんないな。だから彼がそれでも付き合うに値する人なのかどうか、やっぱちょっとしんどいなと思うんであれば別れるしかないんじゃないですか、うん、これは彼は一生治んないですよ。でもこれ不思議ですね。人はいろいろいて、これ逆のような人もいるわけですよね、うん、もうすごい、もう汗もダラダラで、はい、もうそういうのが嫌で嫌でっていう人もいる中で、はい、僕最近ちょっと毛沢東の本読んでるんですけど、はい、毛沢東は基本的にお風呂入るの大嫌いだったんですって。着替えるのも嫌で、歯磨きも基本的にしない、はい、で、歯磨きしないんだ。それぞれの村にいる可愛い女の子、できればバージンがいいんですけど、はい、そういう こう部屋に連れ込んではことをいたしていたという話です。本当ですか。本当です。だからそういうのに比べたらどっちがいいって話なんだよね、はいはい、バージンが好きなお風呂に入らない毛沢東と必ずアルコールで物を拭いてから触る彼、ね、はい、いや地獄だなどっちも。そう、ちょっと極端すぎますねこれ両方。どうしましょう。でも本当に彼のことは治る治らないじゃなくて、これが彼という人間なので、それを受け入れるか立ち去るかどっちかしかないので、僕のアドバイスはね、正直言って23歳でしょあなた、やめようよこんなやつ。こいつ一生アルコールであちこち吹きまくって生きていくんだよ。それと言っておきますけど、若いうちはこれぐらいで済みますけど、年を取るとどんどん強くなります。そうですね、はい、人間の性格って年を取ると強化されていくので、うん、これがマイルドになっていくことは基本的にないんですよ。そうか、若いからそのうち変わると思いたいけど、逆だと、うん、なんかかわいそうなんだけど、まあ、別れた方がいいと思うな。彼氏のこと大好きってねありますけど、でも、大好きだったらもう自分を殺す、あるいは別れる、そのどっちかしかない気がしますね。これ今後のためにね、彼女もそうですし、はい、リスナーの方もそうですけど、はい、ちょっと、今回の例は極端なので難しいってことなんですが、うん、もうちょい浅く考えると、その彼の中の男を刺激したいっていうので悩んでる人は結構いると思います、はいはいはい、そういうアドバイスだと何かありますか。それはですね、女性も男性も異性のことが本当に分かんないんだよね、うん、なので女性が自分からサインを出すことだと思いますね。サイン、もっと、激しくしていいよとか、私にもちゃんと性欲があるよっていうのをサインで、分かりやすいサインで出さないとダメです。男は相当分かりやすく言わないと無理で、言うというか見せないと無理ですよね。そうなんです。それは男性もやっぱり自分に自信がないですし、これが OK サインなのかどうかってすごく迷うので、本当に何でしょうね、もうそれこそね、なんかブラから片方乳首見せるぐらいのサインを出さないとみんな分からないです。男は基本的にバカなのだと思って、ね、はい、見え見えのサインを出してください。ダイレクトにしないとダメですよね。ダメ。
切ない ね、このアホ感、はい、まあ、でも事実は捉えてると思います。いやでも本当事実そうなんですよね。さあということで、まだ若いのでね、はい、未来に幸あれということで、いや本当ですね。石平恋と仕事と社会の Q&A では引き続きイラさんへの質問を募集しています。メールマガジンの方でも、同じく質問を募集していますので、石平.comをご覧ください。イラさん今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。